オラウス・アンドレアス・グロンダールは、ノルウェーの指揮者、歌唱指導者、作曲家。音楽ジャーナリストのセシリー・ダームは彼を、ノルウェーの合唱運動の中心的人物であると、評した。最も知られた作品は、男性合唱のためのカンタータ、フォーリン・スウェンス・クロスターである。指揮者としては、エドバルド・グリーグの複数の合唱作品の初演を、手掛けている。グロンダールはクリスチャニアに生まれた。 両親は印刷業を営むアンデルス・グロンダールとインゲイ・ボルグ・マリーである。父の一家はロメリケの出身で、曽祖,祖父が18世紀の終わりにクリスチャニアに家を持ったのである。1867年に試験を受け、大学では進学を学んでいた。グロンダールはその頃、スツーデンター・サング・フォレネインガンを率いていた。1870年に進学の道を諦めて、 歌唱の学習へと転校する。1873年には、ケルンにおいて、オスカル・リンドフルトに支持し、ライプツィヒ音楽院でも研鑽を積んだ。1878年には、混成合唱団を設立している。妻となるピアニストで作曲家のアガーテ、バッケル・グロンダールとはドイツで知り合い、1875年6月に結婚した。 1900年代の初頭には45人の歌手を要するオスロのノルウェー王立大学男性合唱団の指揮者を務め、1905年にアメリカ合衆国へと演奏旅行に赴いた、同団はホワイトハウスにおいて大統領セオドアルーズベルトに演奏を披露している。クリスチャニア大学では音楽教師として教団に立った。1923年12月31日に、 トンスベルグでこの世を去っている。ありがとうございます。